お集まりいただきありがとうございます。今からビーチクリーンアップ in タランコビーチの開会式を始めます。1年間の海ゴミは約800万トンに達していると言われています。海ゴミはほとんど私たち人間が出しています。少ないことによって海の生き物がゴミを食べてしまって数が少なくなるのを止めることができます。また環境、私たち人間を守ることができます。燃えるゴミは大きい袋に、燃えないゴミは小さい袋に入れてください。それでは皆さん、ゴミ拾いスタートです。始めてください。ゴミを拾ってください。プラスチックのこの周りみたいな。ビーチクリーンでみんなとたくさんゴミを集めて、もう綺麗になったなと思っています。瓶が多くて割れたものなども流れてきていて、多かったゴミはプラスチックのペットボトルのキャップなどが多かったです。こんなにたくさんの人が来てくれて私たちも嬉しかったです。たくさんの人とゴミ拾いをして、呼子の海がきれいになったのでよかったです。